はい、グラビアスのギア比 6.6 のモデルかな、持ってきました。でね、替えのスプールがついているから、今日はね、浅溝スプールに14ポンドライン入れて釣りしてみようと思います。ラインはいつものシガフロロマイスターの、今回は14ポンド。軽めのルアー投げるように、ちょっと満杯まで巻かないでおきます。準備完了。じゃあ出発します。はい、じゃあトズラ出発してきますが、改めて紹介の便利グッズ、このね、ブルーストームの桜印のついたライジャケ、これがね、やっぱコンパクトだから荷物にもならないしね、すごいで、カチャーンでね、これでもうほんとコンパクトさってのが何より OK な感じ。あとは実はね、戸面原ダム3月からワカサギの放流が始まったっていうことで、ちょっとディーパーでね、もしそのワカサギの群れなんかが見つかったらね、中層の釣りなんかもできるかもしれないんで、今回ねちょっとディーパー持ってきてみました。で、前はよくぶら下げて使うことが多かったんだけど、最近はこのね、フレキシブルマウント、これにしっかりとつけて、まあ、こうした方がなんかちょっと船走らした時とかね、この動きが追従して途切れることがないような気がするんで、最近はこんな感じでフレキシブルマウントも使っております。ほいじゃあね、久しぶりの、夏の、まあ、8月中旬のトズラパラダム出発したいと思います。はい、水温何度あんのかな。ディーパーチャープ D001 番つないで、そう、水温30度近くあるね、相当暑いよ。ああ、本当に水温は夏なんで、今もう暑い盛りなんで30度超えてるかもね。あのお台場でやったトライアスロンもなんか、まあ、ちょっと水が汚いってのもあるけど、何にしろ水温が暑すぎるっつうのもね、なんか問題になってたからね。まあそれは夏なんで暑いですわ。はいはいはい、ダイソースピナーベイト、スピナーベイトが100円で買える時代です。これこれ、はいね、ジーニアスプロダクトのプラスブレード、これをもう若いな、かかるかな、わからないかな。ほお、なんかいい感じですよ。ダイソープラスプレート。ちょっと角度も調整して、はいはい。ナップでつけちゃう。はい、ダイソー100円スピナーベイトにジーニアスプロジェクトのプラスブレードをプラスして、魚を狙う、ね、ちょっと暑いんですが、ここはね、風が通ってるしじゃないかな。朝夕は追っかけ回したと。あ、グラビアス2020年モデル、ね、ちょっと向かい風みたいな状況でもすげえ投げやすい。あ、なんか
超アピールしてくれてる感じ。やっぱグラビアスだからなんかちょっと飛ばしづらいルアーでも最後のうんっていうひと伸びがあるからすごい気持ちいいですね。でリールが軽いから今までこれカルコンの200とかあとはBFS とか 200g 超えたようなリールをつけてね、グラスコンポジットの軽いさを使ってたんですけども、グラビアスにしたからまあまあまあアンダー 200g で相当手首の負担が少なくなったかな。もちろんねああいうどっしりとした巻き心地とか安定感ってのも好きなんで使わなくなるっていうわけではないんですけど、こうパカ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 テンポよく投げてきたいなーなんて時はこのグラビアスのローギアいいな。ブレーキもちょっともうちょっと緩めても全然大丈夫さ。ダイソープラスプラスブレードおっしゃー、アピール力アップしたのかな。これプラスブレードつけたダイソーのね、なんだ100円スピナーベイ、はい、ダイソーのね100円スピナーベイトにジーニアスプロジェクトのプラスブレードをつけたら綺麗なバスが来てくれましたよ。ダイソーやる。はい、こんな感じでねプラスブレード、ね、ダイソーの100円のスピナーベイトにパワーアップすることによってこう連れてくれましたよ。でタックルはね同じくジーニアスプロジェクトの新しく手に入れた、巻き物に特化したね右巻きのギア比が一番低いもの、こんな組み合わせで夏の綺麗なバスなの。はい、いいとこかかってんだこれ。あのトレーラーフックとかはつけてないんですけどこんな感じで入れてくれました。はい、じゃあまずねバスはねちっちゃいんでね逃がしてあげます。やった、元気。はい、で改めてタックルなんですけども、グラスコンポジットの短めの竿にグラビアスのねこれ2020年モデルっていうことで今現行のね、新しいグラビアス中身は何も変わってないんだけども最初からこのキーパーがついてくれていたりっていうね、あと色もねこんな感じの漆黒みたいな感じのカラーになる。そして、ルアーなんですけどもこれダイソーのね100円スピナーベイトね、それにジーニアスプロジェクトのこのプラスブレード、この組み合わせでキラ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 させたところを結構ね、投げ出して早めに反応が来てくれました。こんな感じで簡単にねポロって取れるこういう後付けのチューニングパーツなんですけども、これをつけるだけでスピナーベイト、まあスピナーベイト自体キラキラしてるけどこうさらにキラキラさせてそれでもって
下の方にこうブレードがつくことによって手がかり回避性能も高くなるから、ダムのねここサツジとかいっぱい入ってるんだけど、そういうのを拾わずにスムーズに投げることができます。まあダイソーやるね、ジェニアスプロジェクトもやるねっていうことで、はい、続く